イオンモール高知は、高知県高知市新南町一丁目に立地し、イオンモール株式会社が開発、運営を行っている郊外型の大型ショッピングセンターである。2007年9月22日より、施設名称は、イオン高知ショッピングセンターから、イオンモール高知に変更された。四季房高知工場の跡地活用として2000年に、開業したに各1モールのエンクローズドモールで、 四国でも屈指の大型ショッピングセンターである。開業当初は各店舗のジャスコ高知店と100の専門店テナントの構成であった。進出時は中心商店街が大規模な反対運動を展開し、世論はまっ二つに分かれた。また、シネマコンプレックス増築時には市が増設のための手続きを認めず、裁判沙汰となった。2007年1月より開業して、 以来最大規模となる改装が専門店街で順次、実施され、同年3月17日に改装をオープンした。この改装によって新たに17店の専門店が出店し、専門店の店舗数も124となった。2011年3月1日に、ジャスコ高知店は、イオン高知店に名称変更された。例年、トーモールは、よさこい祭りの開催日に、 演舞場となっている。2017年10月1日、東側の隣接地に高知市多消防署が開け所2019年5月6日には高知赤十字病院が開院7月1日より東側駐車場で増床棟の建設を開始。2020年9月17日東館オープン。売り場面積は約6万9000平方メートルで、 愛媛県のエミフルマサキを抜き、四国最大の商業施設となった。出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップガイド営業時間及び ATM を設置する金融機関の詳細は公式サイト、営業時間、サービス案内を参照。ありがとうございます。